幼い少女の夢はモンプティータイム。皆さんこんにちは。ありがとうございます、紅白歌合戦目指して活動しております、東北のゆきんこシンガーソングライターまゆです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、東京スカイツリーのところにあります、モンプティというポップコーンショップをやっています、あのモンプティさんです。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、おかげさまで4回目の放送となりました。はい、もう去年から始めてバタバタタジタジだったんですが、本当に皆さんに感謝しかないで す, です、ね、今年も始められまして、うん、今日はですね、あの一番最後の方に、はい、あのお年玉企画用意しております。はい、こちらご覧になっている視聴者の皆さんにも、はい、お年玉企画ご用意しておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん最後までご覧になっていただけたらよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、皆さんお正月ゆっくりできましたか？できましたか？でも今回ちょっとね、カレンダー通りだとちょっと短いお正月だったので、でしたね、なかなかね、私はあのお正月毎年恒例実家の青森の方に帰って家族で過ごしてきたんですけど、あれですよ、モンプティさんのポップコーンお土産に買って帰りましたよ。はい、でお家にいる時にお母さんがちょっとソファーで寝てて、お父さんとお姉ちゃんにポップコーンあるよってお土産って、そしたらもうすぐなくなりましたね。ほんとで、お姉ちゃんはあれですよ、なんかポップコーン食べたかったのか数日後普通のポップコーン買ってきてました。私あの親友にも、あと自分のうちの向かいのお家にも、モンプティさんのポップコーンお裾分けさせていただきました。はい、ということですね。あと私お正月、あれですよ、もうカラオケに行ってきたんです、家族で。ちょっとお父さんだけは体調悪くて行けなかったんですけど、皆さんあのカラオケの祭典に紅白歌合戦あるのご存知ですか？何それ、どういうこと？あのカラオケの祭典で紅白歌合戦ができるんですよ。例えば一緒にクラス、あのモンプティさんと一緒にカラオケに行ったら、白組赤組って決めて祭典ができるっていうのがありまして、で帰った時にカラオケ行って、お姉ちゃん対お母さんと私で対決したんですよ。私シンガーソングライターやってるじゃないですか。お姉ちゃんにボロ負けで、そうなんですよ。お姉ちゃん、ね、お姉ちゃん、ね、結構そうなんですよね。2対1でも負けちゃったっていう。そんなんだったんですけど、今年も家族みんなで揃えて、年越せたので、本当。でもやっぱ寒そうだね、写真とか見るとちょっとやっぱりね、雪、そうだね。今年はでもそんなに雪、私がいた時は降ってなかったので、雪かきあんまりしないで済みましたけど、そうなんですね。でも初詣とかすごい寒いですね、雪降ってると。雪の中で何十分も待つんですよ。あ、やっぱり並んでなんで、そんなんでちょっとパワーアップしてきたので、皆さん今年もよろしくお願いしますね。はい、ということで、去年、お伝えしたあの皆さん今年の目標ありますか？持ってきましたか？1年の目標あります？今日はですね、今年の目標皆さんから募集したいと思いますので、こちらの方、そうですね、こちらの方読んでいただけますか？はい、はい、千住アットマークシーウェーブドットコムですね。こちらまでお願いします。こちらの方にじゃんじゃん皆さん目標を送っていただけたらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかあの私はですね、いつもスケジュール帳に人生目標とか、今年1年間の目標とかってこう書くんですよ。随時変わっていったりするんですけど、そういう目標ってこう外に発する方が、なんか情報だったりとかってくっついてきてくれると思うんですよ、自分に。なので皆さんじゃんじゃん今日ここから発信しましょう。皆さん携帯メール目標打ってください。そう、なんかあの私もそういう意図っていうか、そういう気持ちもあって紅白歌合戦も、もうずっと言い続けてるんですよ。やっぱなんか運とか何でも人でも発したものについてきてくれると思うんで、
皆さんくださいね、たくさん目標、ね、私も皆さんの目標を聞いてこう刺激いただきたいので、はい、私の目標を聞きたいですか？私の目標はですね、もちろんあの紅白歌合戦を私も目指して活動を続けていきたいと思ってるんですが、はい、去年9月にドリームエリアという CD を発売させていただきまして、はい、去年9月から12月までの中でですね、約200枚販売、はい、販売いたしまして、うん、今年の目標はですね、やっぱり紅白歌合戦ですから10万枚ぐらいいかないとですよ。ちょっと顔上げてくれた方よろしくお願いします。10万枚、そうですね、あのやっぱり枚数売れただけたくさんの方に聞いていただけたっていうことになりますので、うん、ね、今年はそうですね、あのできるかできないかは別として、でもこう取り組んでいこうと思っておりますので、一日一日過ごすみたいに CD も一枚一枚こう販売させていただいて、そういう積み重ねだと思うので、そうですよ皆さん。そう、私はそれでちょっと今年は頑張っていきたいと思います。こう目標とかって大体何だろう、何々したいとかいついつまでにとかあると思うんですけど、具体的にこう数字に表したりすることでもまたこう意識って変わってくるなと思うんで、ちょっと今年は CD 自分をこう奮い立たせて頑張ろうと思います、うん、10万枚って言った時に今こちらにいらっしゃる皆さん2、3人ぐらいふって顔上げてくれましたからね。はい、皆さんもあのそうですね、お友達だったりとか、うん、お知り合いの方、上司でも部下でも、うん、スタジオだったりライブに連れてきていただいて、少しでも広めていただけたらよろしくお願いします。ライブの方も頑張っていきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。モンプティさん、私ですか？はい、私の方はですね、はい、やっぱりあのもうちょっと多くの方に、今ネットでも販売してますけれども、あのモンプティのポップコーンっていうのをこう知ってもらえるといいなと思っていますね。でお店の店頭の方も、まあ、今以上にもう倍ぐらいのお客様がいらっしゃるといいなと思ってます。はい、そうですね、あの、うん、モンプティさんのお店はちょっと人通りがあまりないところなので、そうですね、ちょっと人通りがあんまり少ないとこなので、うん、皆さん、そう、あれは何通りって言うんですか？あれは何通りって言うんだろう、ちょっとあの引き船側通りかな、スカイツリー駅のちょっとこうさ栄えてるっていうのが、そうですね、賑やかな方と逆なんですよね、うん、そうなんです。なのであの皆さん、モンプティさんにもお友達誘ってって言ってみてください。そうですね、目立ちますからね、うん、お願い、そうですね、あそこの通りでってゆっくりお茶することもできますしね。そうです、うん、私が今月一でハマってるポップコーンソフトもぜひぜひ試してみてくださいっていう、ぜひ、そうです、そうです、あの前回ライブの時に、うん、そうモンプティさんでポップコーンソフトまたやらせていただいてですね、うん、何でしたっけ、なんかあの時はみんなで募集したのはキャラメルナッツ、うん、バニラでキャラメルソースだとか、ね、そうですね、そうだけどライブにいらっしゃった方が結構変わったもので、そうですよね、うん、カレーにバニラ、バニラ、うん、カレーにバニラをかけてる方がいて食べたんですよ。なんかカレーライス作るときに牛乳とか入れるみたいな感じでマイルドになるのかなって思ったんですよね。それで食べてみたら、はあ、別々に食べた方がっていう。カレーのポップコーンすごい味が濃厚なんですよね、本当だった。そうなんです。モンプティさんはお正月はゆっくりできましたか？私はお店の方が30日まで営業して、あとは1日2日と休みして、31日2日休みして、で3日からはネットの発送とかでちょっとお店の方は開けていたんですけども、やっぱりちょっとね、お正月は皆さん帰省されている方とかいらっしゃったので、店頭の方のはちょっと少なかったんですけども、うん、あ、じゃあもうお仕事、そうですね、もう仕事が、そうですね、ほぼ仕事で、初詣とかも行ってない、初詣も行ってないですね、実家が浅草なんですけど、浅草、そうなんです、そうなんです、なので、めっちゃ羨ましい、そう、三が日の中では浅草にはいたんだけども、ちょっとすごく並ぶので浅草は、浅草寺は、三が日は、そうですね、そうなんです、そうなんです、そう、初詣っていうのは2月3日までに、節分までにすると
するとというかするのが一応決まりというか、なのでまだもうちょっとありますので今後の後そうですね、そうなの、正月そう、ということで、はい、うん、続いて続いて続いて言っていいですか。今回はですね、なんとモンプティさんのポップコーンコーナーを用意しておりまして、はい、ポップコーナー味見コーナーを用意しております。イエイポップコーンコーナー行きたいと思います。はい、ですね、先週1週間の中での集計で1位のポップコーンを持ってきていただいてるんですよね。はい、ということは、はい、私がモンプティライブやった時の集計も入ってるってことですか。そうですね、あ、入ってるみたい、よろしくお願いします。はい、あ、その前に、先週のベスト3を、モンプティさんに紹介していただきたいと思います。ですね、うちのポップコーン今10種類常時あるんですけれども、まあ、しょっぱいものと甘いものと、で結構しょっぱいものと甘いもので、なんだろう、もうダントツ1位みたいなのがあるんですけど、しょっぱいのは粗挽きベーコンガーリックっていう、あのビールのおつまみだったりとか、そういったものに合うものが、ダントツ1位なんですね。であとは甘いものの方だとナッツが入っているものがやっぱりとても皆さんお気に入りというか。あ、そうなんですか。私がよく名前を間違うヤシのみチョコ、ヤシのみチョコ、あれよりもヤシのみチョコも、はい、あとはキャラメルナッツと、その2つがヤシのみチョコはココナッツが入ってるんですね、でキャラメルナッツはアーモンドとカシューナッツが入っていて、今日はもうその3つが3位というか、第3位というか、3位は3位は粗挽きベーコンガーリック、はい、はい、でその2位がヤシの実チョコ、1位はキャラメルナッツですね。で今日はキャラメルナッツを試食用で持ってきているんですけれども、はい、はい、ありがとうございます、はい、私が試食してみます。キャラメルナッツキャラメルナッツ、キャラメル味はキャラメルナッツも食べたことあるかな。キャラメルはキャラメルはベースはキャラメルと同じなんですけど、やっぱりナッツが入ってると全然ね、この香ばしさが違くて、わーい、はい、今日ご飯食べてなかったから、本当嬉しい。さっきのど飴舐めましたけどね。これ、はい、映ってますか。カップがね、これがアイスので使ってるカップなんですけど、結構大きめで、これがキャラメルナッツ、キャラメルナッツ先週の第1位、そうです、はい、はい、いただきます。聞こえます、ポリって聞こえます、この歯ごたえがいいんですよ、コーティングされてる。そうですね、私いつも思うんですけど、キャラメルナッツもそうなんですが、ヤシの実チョコも、ポップコーンってサクってするじゃないですか、なんかサク軽い感じ、だけどそこにこうチョコとかのコーティングされてるから、歯ごたえがすごい進むんですよね、歯ごたえよくって食べた感じの。そうですね、あと油がやっぱり豆を弾くときに使っていないので、なんだろう、胃もたれしないというか、そうですね、甘さも胸焼けとかしない、ね、そう、なんかキャラメルなんでもっと甘ったるい感じなのかなと思ったけども、ナッツが、そうですね、ナッツも結構こうびっしりくっついているんだけど、あとはなんかこういったね、本当にもうゴロッとナッツが入ってたり、あ、本当だ、ナッツも入ってるんですね。そうなんです、ナッツも入ってます。そう、これそうなの、だからこういうのもこのくっついてるのが全部ナッツなんですけど、すごいすごい、これそうなんです、ポップコーンにくっついてるってことで、そうそう、ナッツがくっついてて、え、すごい、そうなんですよ、なんだ、いただきでも本当この歯ごたえが止まんなくなります。美味しい。あと2位の方のチョコもあんまりなんて言うんだろう、甘くないので、結構ビターな感じで、そう、皆さん結構ビターだねって言って、ね、甘すぎない甘さですもんね。そうです、だからなんか一袋ペロっていけちゃうんですよね。先週はこのキャラメルナッツが1位じゃないですか。結構1位は変動するんですか。いやでもこの3個はもう王道で、キャラメルナッツ、ヤシの実チョコ、あと粗挽きベーコンガーリックですね。この3つはもう本当にもう、あんまりこうこの3つが下に下がるってことはほとんどないかな。逆にあまり出ないのは何ですか。あまり出ない、はい、気になる、何かな、気になる。でも抹茶が結構好きな人はすごく好きなんですけど、好き嫌いが結構あるみたいで、抹茶って抹茶チョコでしたっけ、
うちはあの抹茶だけでほろ苦抹茶って言って、うん、でもなんか結構それもそんなに甘くないんですね。であの本当のちゃんとした宇治のパウダーを使ってるので結構苦手っていう人もこの抹茶なら食べられるみたいに言う方も結構いらっしゃるんですね。宇治抹茶、うん、それもなんか歯ごたえはこういうキャラメルナッツとかと同じ、うん、そう同じですね、うん、ただこうナッツが入ってないからもっとこうポリポリっていう感じはないんだけども、カリフワって感じですね。カリフラワーじゃなくてカリフワ。皆さんポップコーン食べたくなりましたよね。ということでこのポップコーンをお求めいただくには、はい、どう。そうですね、あの店頭販売もしていますし、はい、あとは電話での注文で、はい、あの発送受け付けていたりとか、はい、出てるかな。あとはヤフーの方でネットショッピングもあります、はい、電話の方はですね、テロップが出てるのかな、はい、はい、03-5809-7759 の方まであのお電話いただけますと、あのそのまま普通に商品の方発送させていただきますので、はい、皆さんぜひぜひ行ってみてください、うん、はい、この私の食レポの評価が決まりますね、あとは本当店頭で販売してないものとかも、うん、あのネットショップの方でヤフーさんの方で販売しているので、うん、そちらも、まあ、の覗いてみていただけるとありがたいですね、うん、そうだそう、はい、店頭にもし行かれた際に、うん、その私がハマってるポップコーンソフトを食べていただきたいんですが、はい、うん、そのポップコーンソフトのもちろんポップコーンも美味しいんですけど、うん、ソフトクリームが、あー、ソフトクリームね、そう、粘り気が本当に強くって、うん、溶けても粘ってるんですよね、うん、あれが本当に美味しいんだよ。あのポップコーンソフトもよかったら食べてみてください、はい、バニラ味とチョコ味ありますよ ね、 そうですね、うん、結構いろんなトッピングもありますので、はい、ということで、うん、ポップコーンコーナーでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、それではまや新年、はい、一発目のちょっと一曲歌わせていただきたいと思います、うん、はい、じゃあ準備の方をまやちゃんお願いします、はいはい、その間にちょっとあのメールの方を紹介したいと思います。はい、これは言っていいのかな。フロムやすさん、さすがに今日は顔赤くならないよねと今日は大丈夫そうですね。今日は大丈夫そう、まだ大丈夫かな。それからジョンさんから、1月14日の六本木バニラムードのマヤライブにお越しいただいた方ありがとうございました。関係者として熱くお礼申し上げます。次回はいつやるか分かりませんが、その時はマヤオリジナルドリンクに加えてポップコーンも売っちゃいましょう。ぜひお願いしますですね、本当にね、はい、よかったらよろしくお願いします、はい、それでは歌わせていただきます、はい、先ほど皆さん目標送っていただけましたか？目標ということでですね、今から歌わせていただく曲は未来につながる曲となっております。何でもやっぱり発信したもの、言霊は未来で待ってると思うんで、皆さんの何だろう、こう脳内とか考えてることも言葉にしたりとか動くことで、未来変わってくると思いますので、皆さんそれぞれの目標や夢が叶うように、歌わせていただきます。聞いてください。 Come True。 今道のりを振り返ると、どれだけの愛に支えられて、目に見えない優しさに包まれていたんだろう。頑張ってるねって言われるほど頑張れていない、自分を思い知らされる。どこまでが言い訳で、どこからが理由になるの。時々横目で笑う人もいたけど、
いつかきっとこんな時が来ることを夢見ていたの。辛い日も越えてきたからこそ心から感じる喜び、いつまでも変わらないでこの気持ち育てていこう。誰も未来なんて保証はしてくれない。いろんな人がくれる言葉が心の道を作ってくれる。この先何が起きても大丈夫、君が諦めない限り終わりはしないから。僕らの歩む道はどこかでつながってる、同じ道だから叶う、君もたどり着けるよ。いつかきっとこんな時が来ることを夢見ていたの。辛い日も越えてきたからこそ心から感じる喜び、いつまでも変わらないでこの気持ち育てていこう。やってみなくちゃわからないこと、続けてるからこそ見えてくるものがある。今までいっぱい遠回りしたけど、だからこそ君とも出会えたんだ。いつかきっとこんな時が来ることを夢見ていたの。いつまでも変わらないでこの気持ち育てていたい。目の前にある世界は君が大切に育てた花。いつも笑顔の太陽と時には涙の水で、これからも変わらないで幸せの種をまこう。君の描くその未来へ。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それではですね、今日はゲストさんをお呼びしております。はい、ゲストさん、音ごはんさんです。拍手、よろしくお願いします。それでは音ごはんさん、早速自己紹介の方よろしくお願いいたします。はじ、い、めまして、私たちは板橋区中心に活動しています主婦バンド音ごはんと申します。子育て応援主婦バンドとして、親子向け、子ども向け、そしてお母さん向けですね、子育てをしながら頑張っている人たちを癒し励まし応援したいというコンセプトをもとに活動しております。はい、
ありがとうございます。はい。ちょっとですね、あの質問の方をご用意してきたので、はい、ちょっといくつかさせていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、のバンドを始めたきっかけというのは、あ、バンドですか。はい。はい、私は学生時代にバンドを組んでいまして、はい、でずっとあの子育てをして専業主婦としてあの音楽から遠ざかっていたんですけれども、あの3年前ですか、次女の卒園ソングをお母さんたちで作ろうということになって、はい、皆さんで、はい、それであの卒園ソングみんなお母さんで歌うんですよ、合唱曲を、お母さんたちが歌う卒園ソングってことですか。そうです、先生にこう謝恩会っていうんですけど、感謝の気持ちを込めて お母さんがこう合唱するんですけども、はい、この曲を、まあ、作っちゃおうということに私が言い出しまして、そういえば昔やってたなと思って、はいはい、やってみたらすごくなんかあのみんな頑張ってくれて、楽器の弾ける方が現れたりとか、歌もすごくみんな頑張ってくれて、素敵な合唱曲ができたので、うんうん、これはなんか面白いなと思って、お母さんたちがこう輝ける特技を生かし合って、そういうバンドがあっても面白いなと思って、はいはい、そこでピンときたのが、あのそういえばギターがうまいお母さんいたなと思って、であの引っ張ってこういろんな方に声かけて、はい、そこの近所のママ友で、はいはいはい、バンドを結成しました。はい、あそういう、はい、衣装とかは最初からこう格好着っていうの、いえ全然、あの最初のライブは普通にあの普通の格好で 黒っぽい感じで、はい、ライブハウスで、はい、やったんですけども、はい、やっぱりお母様方たちで、うーんっていうかもう本当にあのたまたまイベントに出る昔の音楽仲間がやってるイベントにちょっと、はい、出させてもらって、はい、で試しにそのオリジナルのお母さんの本音を歌ってみたら、うん、すごく評判が良かったので、これはと思って、でこれはあの単なるビジュアルバンドっていうことで、いつもこんな格好してるわけじゃなくて、はい、あの割烹着を着てしゃもじを振って、あ、しゃもじ、今日も持ってきたんですが、しゃもじ気になります、しゃもじ、これちょっとあの、はい、プレゼントしますけど、はい、ライブで配ったりして、はい、これを振ってもらってですね、男飯、しゃもじ、はい、家にあるしゃもじでもいいんで、こう持ってきて振っていただくと、そうです、あ視聴してる皆さんもちょっとしゃもじ持ってきてください、今度ね次回からお願いします。かわいい、はい、あのしゃもじを振って子連れでライブっていう合言葉で、はい、お子さんも楽しめるっていうのはそうですね、はい、なかなかライブ会場にお子さんってそんな見たことがないので、うん、子供の方も結構、はい、もうギター弾いてても周りわら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 、ご自分のお子さんも見に来るんですね、混じって、混じって、はい、一緒に歌ったりもするんですか。あ今度踊ったりしますね、はい、恋ダンスをみんなで踊らせたりして、そうコラボもあって、はい、音ごはんさんも私あのゲストさんって決まった時にすごい気になったのが、うん、このアーティスト名の由来すごい気になって、なんかすごい美味しそうじゃないですか、音ごはんでなんか食べたいって、 ありがとうございます由来って何でしょうか。まずお母さんバンドでこうあったかいイメージで、はい、うん、でこう日本語でこう柔らかい感じっていうので、ご飯にまあ、音のふりかけをかけたようなイメージで、うん、作りました。それで、まあ、意味としては、はい、卵をふりかけ音ご飯、おかずはなくとも音ご飯っていう、うん、あのおかずなくても音ご飯いいですね、音楽があれば、ね、いいでしょ、うん、今日はお料理しないよっていう、買っておいでっておしゃれ、はい、ありがとうございます、なんかいいですね、ほっこりした、はい、なんかご飯めっちゃよく間違えられるです、この格好でいるから、あのなんかお店の人かなとお弁当屋さんかなみたいな確かに、ね、そうですよね、なんか美味しいおにぎりとか作ってくれそうな、あ、 ありがとうございます、はい、すごい気になってたので、音ごはんさんのズバリ今年の目標は何でしょうか。紅白歌合戦です。わー、紅白歌合戦ですか。ライバルいや、ライバルじゃないですよ、赤組ですから、赤組、え白組、えあれ紅白歌合戦ですね、そうですね、でね、あじゃあ一緒に、うん、一緒に頑張りましょう、出場できる時があることを、ね、そう皆さんびっくりなんですけど、なかなかいないですよね、なかなかいないんですよ、そうですね、そうですし、私はあの関東に出てきて、うん、シンガーソングライター活動を始めてから、はい、紅白歌合戦よりも武道館を目指して
こう歌ってるっていうアーティストさん結構いるんですけど、そういるんですよ。でも紅白歌合戦ってなかなか出会うことがないので逆に新鮮ですよね、うん、嬉しいです。みんななんかいや出たくないしみたいな人多いですよね、うん、どうして男半さんは紅白歌合戦あやっぱり幅広い一番幅広い年齢の広い地域の人が見てくださるので、あのそうです ね, そうです ね, ねおじいちゃんから赤ちゃんまで、はい、そうですね、子育て応援バンドさんですもんね、はい、そうですし、あの男半さんはあの NHK さんでも結構取り上げられているんですよね。そうすごい活動歴が。言っていいですか、はい、どうぞどうぞ、ぜひぜひ。去年あの NHK おはよう日本という朝のニュース番組で、あのチェックエンタメコーナーで取り上げていただきまして、あとはラジオのすっぴんっていう、すっぴん、それでゆうじさんの回のゲストに呼んでいただいたり、ゲストさん、はい、あとこの間はですね毎朝ラジオっていうのに日曜訪問っていうコーナーがありまして、はい、うん、まあ、アーティストを訪問したりするみたいなんですけど、うん、それがうちに来ました。すごい、なんか私 NHK さんののど自慢に応募してるんですけど、まだ全然あのいや全然すごくないんですよ、全部漏れてハガキが返ってきてるんで。あれはあれはハガキなんですね。ハガキ応募なんです、ね、そうなんです。出してみようか、出してみますか。いやでもいい刺激いただきました。やっぱこう目標って言い合うこと大切です ね, ですね。まさかのこう紅白歌合戦つながりの方にも出会えたっていう、これでまたなんかこう未来につながっていくなって思うんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは音ごはんさん、まさかの曲歌っていただきたいなと思います。はい、気になりますね、うん、どんな曲なのか、お腹が空いちゃうのかな。今から歌わせていただきます曲は、息子が617gで生まれてしまいまして、その息子が5歳になった記念に作りました、ここにいること、生きてること、当たり前じゃない奇跡に感謝。ママが涙こらえて頑張ってきたママも誕生日くらいは泣いていいよね。それでは音ごはんさんでママが泣ける日、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、今日は特別な日、ママが命を懸けた記念日。君が生まれたあの時、怖いものなど何もなくて、やっと会えた喜びに、隠れてたのは辛い現実。声を上げて泣くこともできない君、ガラス越しに誓った、必死に守らなくちゃ消えそうで。ハッピーバースデー、君を守ってきた強いママも今日は泣いたっていいよね。笑顔の君が頑張ったママへのご褒美。君に会えない不安な日、心がゆらゆらさまよってた。呼び出されるベルの音、耳に染みついて鳴り響いた。大丈夫と言い聞かせ笑ってても、自分を許せずにごめんね、ママのせい繰り返した。ハッピーバースデー、涙こらえてきた強いママも今日は泣いたっていいよね。元気な君が
泣き顔のままへのハッピーバースデー。君を守ってきた強いママも今日は泣いたっていいよね。笑顔の君が頑張ったままへのご褒美。ギターともみちゃんです。ボーカルもともとこと申します。君が生まれたあの時、弱いままに力をくれた。重くなった君を抱き、嬉しさ寂しさいろんな雫がこぼれた。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。男ハンさんには最後にまた登場していただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。お母さんのこう強さがなんか伝わってきますね。ありがとうございます。ごちそうさまでした男ハンさんということで、はい、続いてですね、男ハンさんに続いてまたマヤメドレーちょっと歌わせていただきたいと思います。はい、はいはい。その間にですね、またちょっとメールの方を紹介させていただきたいと思います。ジョンさんですね、裏の目標は電波で流せないので表の目標を。仕事で今年から都内勤務になったため、去年よりは自由が利くので去年よりはマヤライブに参加できる回数を増やすことにしときましょう。しときましょう。ありがとうございます、はい、ということです。皆さんもまだまだ、はい、送ってください。モンプティさん読み上げてくれますの で、送ってください。目標ということでですね、続いての曲は私が一番最初に作ったオリジナル曲となります。少女の夢という曲なんですが、この曲も夢につながる曲で、皆さん恋でも夢でもお仕事の目標でも何でも自分の胸の中にその気持ちが芽生えた時から始まっていて、その気持ちが自分の心の中にある限り、どれだけ時間が経ってもどれだけ年を重ねても諦めないで頑張っていこう、まだまだ終わってないよ、そういう気持ちを込めて作った曲なんですがなんですが、今年はですね、この少女の夢を皆さんにもっと知っていただくために、ちょっとサビ少し私振り付け考えたんですよ。なので皆さんちょっと今日一緒にご協力していただけますか。よろしくお願いしますちょっと覚えていただこうと思って、今年は普段弾き語りをやってることが多いんですが、こう立ってスタンドでこう歌ってちょっと皆さんに覚えていただこうと思ってまして、いいですか、ちょっと練習というか練習よろしくお願いします自分で言っててちょっとサビ忘れちゃったっていいですか、きっと叶うから呼び覚ませ、もう思い描くだけの日々なんておしまいにしよう、勇気を出して踏み出そう、その一歩が未来へと繋がってく、夢はあの日から続いてる、きっと目指してる場所へ行けるという感じで。皆さん練習しなくて大丈夫ですかなんか覚えがいいみたいでということで、少女の夢聞いてください。サビ声かけるのでよろしくお願いします。幼い少女の夢はいつか花咲く時を待っている。
日繰り返すのにも嫌気がさして今日もため息ばかりが塗り替えられてゆくよ。あんながむしゃらに夢を叫んでたあの頃が懐かしい。今は嘆くだけの日々、それでも自分の足で歩いていかなきゃ。一人駅のホームに佇む私、指で押されたら転んでしまいそう。でもこの人混みに埋もれてしまいたくない。きっと叶うから呼び覚ませ、もう思い描くだけの日々なんておしまいにしよう。勇気を出して踏み出そう、その一歩が未来へとつながってく。夢はあの日から続いてる、きっと目指してる場所へ行ける。ありがとうございます。言い訳ばっかり、逃げてばっかり、泣きたい時もあった。現実に押しつぶされそうで、全てを投げ出して帰りたくもなったよ。だけど振り返った道が確かに教えてくれる。君も私もみんな自分のこの手で掴み取ってきたんだ。どんな小さなことでもいい、意味があるのかないのか、そんなこともどうだっていい。大切なのはやるかやらないか、それだけ。諦めないで、気持ちある限り、最後に自分を信じてよかったと思えるように。勇気を出して踏み出そう、その一歩が未来へとつながってく。夢はあの日から続いてる、きっと目指してる場所へ行ける。幼い少女の夢はあの日あの時から始まって、幼い少女の夢はいつか花咲く時を待っている。ありがとうございます。皆さん一緒に踊ってくれてありがとうございました。私も自分で踊ってて、あれあれこれでいいんだっけなって今年浸透させていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。続いて2曲目なんですが、続いての曲もですね、応援ソングとなっておりまして、今日こちらの会場にいらっしゃる皆さん、ネット画面上でご覧になってもらっている皆さん、隣の方が知ってる人でも知らない人でも、誰かが誰かの応援団で、そうしてみんなつながっていて、それぞれの夢につながっていくよ、そういう思いを込めて作った曲です。それでは聴いてください、エール。君は少し頑張りすぎていたようだね、そんなに気を張らないで。頑張ってる君の姿を誰かがきっと見守ってくれてるはずさ。君にも明日が
ように僕にも同じ明日が来る君も戦って僕も戦ってるだからこそ共に笑い合える命の数だけ生き方があって愛情も友情も幸せの形もそれぞれ人はいつだって失っては得てだけどそんな中でも自分だけは失わずにいたいね君も頑張ってるから僕も頑張れるよ壁があるのは進んでる証恐れずに進もう Go my way 時には自分が嫌で情けなくて惨めに感じるよね疲れたのなら今は何もしなくていい明日はわからない誰にだってそれでもひたむきに歩き続けて同じ道でつまずいてもそのままで大丈夫そんな君も素敵さ何度でも立ち上がろう Believe in myself 命の数だけ生き方があって悲しみも弱さも幸せの形もそれぞれ寒空に星がいつもより輝くように苦しい時こそきっと君は光っているよ大切な家族も大好きな恋人も友達もみんな今日も同じ空の下いろんな思い抱えて頑張ってる君も頑張ってるから僕も頑張れるよ壁があるのは進んでる証恐れずに進もう Go my way その先の笑顔へ Go my way どうもありがとうございましたつらい時も楽しい時も、どんな時でもみんな同じ空の下でつながっています今年もマヤは皆さんのことを応援しておりますのでよろしくお願いしますどうもありがとうございましたありがとうございます、はい、それでは、ラスト最後となりました男ハンさんにもう一回登場していただきたいと思います、はい、イエーイ拍手男ハンさんありがとうございますあれですよ皆さんから見えてないかもしれないですけどね、うん、少女の夢とかこう踊ってた時にそちらの方でめっちゃ一生懸命踊ってくれてたんですよ、うん、男ハンさんありがとうございます、はい、お母さん嬉しいですね。なんか心強いです、お母さん。娘みたい。かわいい。うん、かわいい。ありがとうございます。ということでですね、はい、男ハンさんのライブ告知だったりありますか？はい。2月3日に板橋区徳丸の、カフェスマイルというところで3周年記念ライブをやります。3周年記念？そこのカフェスマイル。あ、はい。やりますのであと、2月4日に高島平区民館ホール、うん、板橋区なんですけども、はいはい、そこでエコエコリサイクル祭りという、うん、はい、お祭りがありましてそこのステージに2時から出演しますので、うん、はい、2日間連チャンですね、連チャンなんですよね、はい、よろしくお願いします。その時もあの衣装は
衣装は割烹着ですね。割烹着で、はい、あとダンサーを募ったり、あ、はい、お子さんとか、ね、はい、イベントは外の会場でやるんですか？そのカフェはカフェの中ですけど、お祭りはあのホールの中ですね。ホール中なんですね、はい、でも入場無料ですので。入場無料、はい、入場無料でいただけるんですよ、ご飯が、はい、ご飯じゃない、ご飯音楽を提供してるね、はい、何曲ぐらい歌われるんですか？5曲ぐらいですかね、はい。音ごはんさんですよね、 CD の方も出されていますね、はい、です自主制作で3枚ほど出しております。3枚、はい、そうなんですね。宣伝しちゃってください、うん、先ほど歌わせていただきましたママが泣ける日ハッピーバースデー、こちらはあの親子で泣ける歌を集めた3曲入り、そして、卵ふりかけ音ごはんという、こちらは笑える子育てあるあるソングの、子育てあるあるソング、はい、もう夏休み長いんだよとかね、はい、そういうロックンロールにして、ね、なんかもう子供だけじゃなくてお母さんのこう意見たくさんありますよね。そうですそういうのが 2枚目でありまして、はい、3枚目があの去年の夏に初めてお母さん全員参加でレコーディングをした、つながる広がる、さっきのテーマにすごく似てますけど、その奇跡のご縁をつなげて広げていきましょうっていう曲の、はいはい、あ、素敵ですね、やっぱつながりいいですね。皆さんまだまだあの最後まで目標募集しておりますよ。今のうちに言っておいた方がいいですよ、ね、多分もう言う機会ないですからね今年ね。お姉ちゃんとかも送ってくれないかな。お姉ちゃん今一緒に送り始めた人そうです、どしどしください目標、はい、素晴らしい、もう発することで変わりますからね。お姉ちゃん、そうです、あのポップコーンまたよろしくって言ってたんで、はい、ぜひ。ごめんなさい、ちょっとお話が脱線してしまいましたが、はい、まだまだ募集しておりますので、うん、こちらのアドレスの方に千住ドット千住アットマークでした、ごめんなさい、千住アットマーク cwave.jp の方に皆さんの目標送っていただけたらと思います。はい、男ごはんさんどうでしたか、いかがでしたでしょうか、はい、お客さんたくさんいらっしゃるんですね、まやさんのファンがすごい近いし、すごい緊張してしまいました。緊張しました、ね、緊張されるんですか、全く見えないです、ね、本当に、まあ、楽しいですけど、はい、お母様方が緊張するときってどういうときなんだろう、なんか微動だにしないお客さんがたくさんいるときですね、通知表ですかね、通知表、通知表緊張するんですね、ドキドキなんです、子供よりドキドキなんですね、何が書いてあるんだろうみたいな、でもなんかそれを見せる子供もドキドキですけどね、怒られるんじゃないかとかって、私とかも通知表見せるの嫌でしたもん、嫌でしたね、こっちも見るの嫌ですね。どちらかというとね。でも子育ての中でこう楽曲とか作るってなるとあんまりお時間ないんじゃないですか。あ、そうですね。時間はないですけど、ネタは豊富ですからね。そうね。毎日が井戸端会議ですから、ね。井戸端会議。もうそうですね。はい。育てしながら、もう、あ、これを歌詞にしようとかって出てくるんですか。そうです。なんかこうメロディーとかも、なんて言うんだろう。お子さんとかもいらっしゃるじゃないですか、こう柔らかい感じにとかって言えばいいですか、なんかこう気をつけたりされてるんですか、作る際に意識してることとかって、どっちかというと結構パンチの効いたのが、そうですね、大人向け、ね、大人向けですね、あのお母さん向け、大人の女性向けっていう音楽がなんかなかなかね、ないかなっていうか、若い人で終わっちゃうっていうか、確かにそうですね、お母さん世代のとか、そう聞かなくなっちゃって、全然音楽とかも、あ、そうですよね、聞かなくなってきますもんね、そのファンね、大きい女性って開いちゃうんですよね、 そこを狙ってます、そこを狙って、はい、私もどっか狙っていかないと狙いましょう狙っていかないと、ファンいっぱいいるじゃん、ね、すごいじゃないですか、紅白歌合戦頑張りましょうね、頑張りましょう、本当に会いましょうね、紅白歌合戦同盟モンプティさんは告知ないですか、はい、うちはですね、はい、今やってるプチギフトっていうのが90円のものがあるんですけど、それよりもうちょっと大きいあの210円っていうキューブ型のちょっと可愛らしいというか、210円、はい、そういうのが新しくですねできましたので、それも店頭で買えるんですか、それはねネットなんですね、 でも店頭でも注文していただければ買うことはできますので、あ、その場で作っていただけるんですか、そうですね、店頭だとそれはもう予約というか
していただもう多分単位が大体皆さんプチギフトなので、うん、さっき の謝恩会とか、うん、そういうのでも使っていただいたりとか、うん、いいですね、はい、結構あるんですね、おしゃれですしね、なんかもう見てそういうので結構、まあ、注文とかもあったりもするんですけど、200円お得ですね、200円はもう本当キューブ型で四角真四角なんですけど、それも味はその10種類のそうですね選んでいただいてっていう感じですね、ありがとうございます、そういうのを今、はい、やってるので、あとこれからバレンタインがあるので、そういうバレンタインギフトじゃないけど、はい、そういったものも、はい、ありますので、バレンタインギフトのポップコーン、うん、そうですね、なんかその例えばこういうブレ袋じゃなくて箱でだったりとか、ちょっとプレゼントするにいいような感じでっていうのが今、うん、ありますので、はい、ぜひ、うん、先ほど出ましたから ね、さっきのヤシの実チョコが多分チョコなので、うん、そうね、ちょうどいいと思います、お父さんに、ね、お父さんに買って帰ろうかね、お土産に喜ばれると思います、うん、お父さんとかにも足が豊富ですから ね、うん、ね、それではマヤの告知もさせていただきたいと思います、はい、1月28日土曜日、銀座ミーヤカフェさん、銀座駅から歩いて3分ぐらいとかですかね、もう銀座ミーヤカフェさんの方でライブをさせていただきます。オープンが6時半、スタートが7時、前売り券が2500円、当日券が2800円、どちらもバンドリンク頼んでいただきます、こちらの銀座ミーヤカフェさんはですね、グランドピアノでの演奏となっております。この日は7時のスタートのトップバッターとなっておりますので、1月28日よろしくお願いいたします。そしてですね、はい、皆さん忘れてませんか最後にお年玉企画、あ、そうだそうだ、いきますよ、お年玉企画、モンプティさん、はい、発表お願いします。はい、ですね、モンプティからのお年玉はですね、3月末までなんですけれども、はい、雨の日雪の日に限り、半額券、ここにテロップを半額チケットですね、出てるっていうのを、がお年玉ですね、うちのモンプティからの、はい、半額での、通常時が 10% オフ、そうですね、はい、そう、通常の時も使えるんですよ、うん、皆さんご覧になってる方は今ここにテロップが出てると思うんで、これを何でしたっけ、何ショットスクリーンショットスクリーンショットしていただいて、モンプティさんのお店の方に行っていただけたら適用されますの で、はい、ぜひぜひ皆さんスクリーンショットしてください、はい、お得ですよね、半額ですよ ね、半額3月末まで、3月末まで、そう、バレンタインのも来ますしね、はい、バレンタインもそうだね、3月、そうですよ、はい、バレンタインもですよ、バレンタイン来ますから、3000円、うん、そうですね、そうです、3000円、うん、まあ、以内で半額です、そうですね、あ、そう、3000円以内ですね、3000円以内のものです、はい、半額ですね、うん、通常時 10% オフ、はい、皆さん OK ですか、あ、今日こちらの会場にいらっしゃる皆さんにはお年玉企画渡させていただきますので、はい、ぜひぜひ皆さんスクリーンショットしてモンプティさんに行ってください、はい、そうですね、東京スカイツリー駅から1分ぐらいのところにありますので、うん、すぐです、本当歩いてすぐです、はい、うん、目立ちますね、そうですね、はい、ということで次回のマヤとモンプティタイムは2月26日、はい、日曜日となっております。皆さんまた来月もよろしくお願いします、はい、オープンが3時45分、スタート4時、観覧料金2000円となっております。はい、また2回目じゃないや、5回目だった、5回目ですね、今年2回目、うん、今年2回目、うん、5回目もまた続けられるように頑張りますので、はい、そう、今日私でも一番最初の頃と比べてなんかちょっと落ち着きましたよそうですね、ちょっと進歩したかも、そうなんです、こう見えてもちょっと進歩した、てかすごい本当にお母さんって感じなんかもう、もう昔から見てもらってるみたいな感じですねありがとうございます大きくなった、大きくなったでということで、はい、今日も最後に恒例のじんじゃんけんで終わりたいと思います、はい、男はんさんも一緒にやっていただきたいんですが、はい、何でしょう、最後じゃんけんで終わるんですけど、このじんじゃんけんというのもですね、私神社好きでして、それでちょっとじゃんけんにかけて作ったものなんですけど、最初はグーを、最初はハイで、最初はハイでじんじゃんけんという感じでよろしくお願いします、はい、それは一回皆さんで練習でいきますよ、はい、私はチョキ出しますよ
せーの、最初は入れじゃんけんぽいみたいな感じで、はい、よろしくお願いします、はいはい、それでは、うん、新年一発目の今年の運試し行きたいと思います、はい、せーの、最初は入れじんじゃんけんイエイ、ありがとうございますありがとうございます。それではまた来月よろしくお願いします。おとごはんさんでした。ありがとうございました。